わしの名はキムンカムイ。果てなる地より気高き樹肉に応じるものなり。これでまた人に尽くし、糧となれる。ここ東京は、帰還とは無縁の土地のようだな。蓄えてきた油や毛皮も無駄だったか。ん？このままで良いだと？ふふん。お前の体から、わずかだが、わしの匂いがする。遠い昔に、わしの毛皮をまとっていたのか。もしかしたら、名のある英雄だったのかもしれんな。このキムンカムイ、無益な殺生は好まん。だが、人の糧となるためなら、人肌脱いでやらんこともないぞ。わしの寝床は、ホラー穴一つあれば十分だ。何？それだとお前が寒い？安心しろ。わしの毛皮は、どのカムイより暖かい。あれは、侮れんやつだ。カモがネギをしょって、ではなく、クマが野菜をしょってくるとは、天才か！あの者の向上心には感心させられるな。わしも、奴のためにできることはないか。せめて、成長の糧となれればよいが。顔色が良くないが、栄養不足か？それでは、わしに任せておけ。とっておきの肉を振る舞ってやろう。おっと、急にじゃれてどうした？わしの毛皮はすべて人の子のもの。遠慮はいらん。望むがままに温まるがよい。よしよし。この毛皮ごと、三兵衛を受け取ってほしいのだ。春風が凍土を溶かすかのように、わしの胸は、高鳴っている。それでは、狩りを始めるぞ。静かに近づくんだ。てや！罠を仕掛けるぞ！やるな！強い！それでは仕留めさせてもらおう。死生有名、ウトラカムイ！ティアー！いいぞ、その調子。さすが、わしの見込んだ通りだ。たとえわしが倒れても、この体は、誰かの血となり、肉となる。来たか。なら、必要なものを持っていけ。準備は入念に、しっかりしておけよ。たとえ雪山に放り出されても大丈夫なようにな。寒い冬を乗り越え、春はやってくる。わしにとってのそれは、この東京であるかもな。それでは、共に出かけようか。スカウト活動か。カムイコタンで培った野営術。まさかこんなところで役立てられるとはな。東京放課後サモナーズ。大自然の中で寝泊まりしながら、ヌプルペ巡り。ほら、もっと着込め。体が冷えてしまおうぞ。それじゃあよ、狩りを始めるぜ。音を立てんじゃねえ。
するや。ひんむいてやるぜ。まだだ。それじゃあよ、そろそろ剥がさせてもらうぜ。姿勢有名ウトラカムイ。俺に食われるようじゃ、それが定めってこったな。あお前もそう思うだろうがよ。やるじゃねえかよ、この俺を糧としやがった。